それでは今のですね、その方法を使ってじゃあ実際にその連立線形合同式を解いてみましょうというのが次の例題です。テキストの問題 3.59 ですけれども、一部解題したものです。問題は次のようなものです。A という、まあ、ここではその整数感を考えるんですけれども、A はまあ整数なんですが、次の整数を満たすというものです。すなわち、5で割った余りが2で、6で割った余りが3で、それから7で割った余りが5ですと。ですね。はい。で、こういうその条件を満たす整数 A で、で一応ここで加えたもう一つ加えた条件は、非負荷最小のものを求めましょうというものです。でそうしますと、まず定理 4.62 でですね、まあ、において、まあ、次のような条件設定になるんですが、まあ、N1 を5、N2 を6、N3 を7とします。でそれから、A1 を2、A2 を3、A3 を5とした上で、この、まあ、こういう先ほどの連立線形合同式を満たす、A の中で、その非負荷最小のものですので、その大きさがですね、210以下ですね、N1、N2、N3 の、まあ、積の210以下の条件を満たす A を求めましょうというものです。そこでじゃあまずこの E1 からの計算をしていくわけですけれども、まずこの N1 スターというのが N を N1 で割りますから、その210を5で割って42になります。でそうしますと N1 イコール5を法とするその42の逆減をその拡張ユークリッド互助法で求めることになりますので、42と5から始まる常用列をこう順番に計算していきます。で、まあ、ちょっと計算の過程は後でスライドで見ていただくとして、計算していきますと、マイナス 2×42 プラス 17×5 が1になるということですので、まあ、もしかしたら暗算で出せる人は出しても構いませんけれども、マイナス 2×42 が5を法として1に合同です。ということで、まあ、42 の, その、まあ、5を法とする積の逆減がマイナス2ということで、もしくはその5を法とすればまあ3でもいいわけですね。3が逆になりますから、そうすると E1 はこの3に42をかけて126となります。で次に E2 の計算なんですけれども、E2 は210を6で割ります。でそうしますと35になりますから、今度はその N2 イコール6を法とする N2 スターイコール35の逆減を求めるんですが、これは35と6で始まる常用列で計算をします。で、まあ、ここも細かい計算過程は省略しますけれども、最終的にマイナス 1×35 プラス 6×6 が1になりますので、その35の6を法とする積の逆減はマイナス1と、もしくは6を法とすれば5でもいいわけですので、そうしますと5が乗法の逆減ですので、 E2 は 5×35 で175となります。で最後に E3 の計算なんですけれども、これは N3 スターですね、 N3 スターを計算しますが、 N を N3 で割ると、まあ、30になります。でそこで、N3 イコール7を法とする N3 スターイコール30の逆減を計算しますが、まあ、これは30と7から始まる、互助法によって求めることができます。まあ、これも互助法の計算を、まあ、省略しますと、マイナス 3×30 プラス 13×7 が1になり等しくなりますので、この30を法としてで、あ、じゃあ7を法として30の、7を法とする30の乗法の逆減はマイナス3となりまして、
もしくは7を補足すれば4でもいいですので、4を使いますと E3 は 4×30 で120となります。で、まあ、それを使いますと、まあ、A の計算はあとはその A1E1 プラス A2E2 プラス A3E3 を計算すればいいわけですね。でそれで、一応今の場合は E1E2E3 は全て正の値として求めたのでそれを全部かけて加えますと、まあ、1377になるんですが、一応今回の問題はそのこの条件を満たす、皮膚の最小の A ということでしたので、まあ、210で割った剰余で、まあ、A は117と求めることができます。ここまでいいでしょうか。あ、最後にですね、じゃあ検算も一応やっておきますということで、一応117を5で割った剰余がまあマイナス3もしくは正の値にとれば2になりますし、それから6で割った剰余は3ですね、それから7で割った剰余は5ということで、まあ、求める A は117ということになります。ここまでいいでしょうか。はい、ということで、今日はですね、中国剰余算法ということで、その各中国剰余定理の、まあ、計算をですね、その拡張ユークリッド誤助法を用いたで行うその構成的な、方法について説明をいたしました。で、次回はその拡張ユークリッドの誤助法の応用が続きますけれども、次回は有理数の再構成というところを説明したいと思います。今日テキストで言うとセクション 4.12 ですので、まあ、必要な方は予習をしてきてください。以上ですがよろしいでしょうか。じゃあ今日はの講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。